こんにちは、ひなたです。今回はスタディー Vlog です。お姉ちゃんとお外へ出かけて勉強しに行きたいと思います。いつもお姉ちゃんがいる喫茶店は本当にもう全部可愛い。お姉ちゃんのおかげで勉強に対するストレスが少なくて本当にありがたいです。なぜってみんなも感じないですか？実際勉強のストレスって9割やり始めだと思わないですか？なんか一旦始まったらなんだかんだでいけちゃうっていう感じ、そういうことです。私はそう思います。今日お姉ちゃんは私をどこへ連れてってくれるのかな。勉強するメンタルよりお姉ちゃんのお店選びにメンタル集中我ながら自分で自分が笑いますね。私は通信制の学校に入学しているので、通信制高校の JK の教材はタブレットがあれば大丈夫です。教科書もあるとなおよし。だけどこの日は教科書を持ってっていないので、やる気はあるのかなっていう感じなんですけど、まあ、本当にねでもタブレットだけでねできちゃうのでっていうね感じですね。はい忘れてた。忘れ物ない？ないです。さあ、出発です。ちょうどぴったり違うな百何十勉強するのにワクワクするやつ、それもすべてお姉ちゃんのおかげです。少し前によく親ガチャっていう言葉が出回ってたけど、もし世の中に姉妹ガチャがあるのなら私はスーパープレミアムレアキャラをゲットして幸福な人間だとしみじみそう思います。お姉ちゃんにぴったりですね。お姉ちゃんと二人で出かけるといつもお姉ちゃんに近すぎる、歩きにくいって叱られるんですよ言うことを聞く気はない、姉が好きすぎるうざい妹ですね。よくあるのがお姉ちゃんにべったりしてそのうちお姉ちゃんに巻きつき始めて、そしていつの間にかお姉ちゃんが私をおんぶしてるっていう絶対にうざい妹相変わらずお姉ちゃんのセンスが素晴らしい。いつもさ絶対寒くてもアイス頼むの。そうなの？だけどホットってこんな美味しいんだな。さすがお姉ちゃん、選ぶお店は全部かもはや可愛いお店をお姉ちゃんが選んだのか、お姉ちゃんが選んだから可愛いのか、ちょっとわからなくなっている私ですが、まあただの信者かも。さあ勉強を始めよう。勉強をやらなきゃの憂鬱なんてもうすでに見当たらない。私はお仕事の休みや隙間にこうして勉強をします。勉強ができるタイプではないことは言うまでもないです。なんでかっていうと集中力がない。しょぼい。
そろ